して分かりやすいよね。こっちにおいでよ、ほら早く。心がもやもや、雨になる前に今日もみんなで集まろうよ。特別ニュースがあってもなくても何時間だって話せるね。ママは呆れつつ思い当たる節、ガールズトークの先輩だもん。同じクラスとか家の距離は運命と呼んでもいいんだ。なんか気が合う、会えてよかった、卒業するまで何回隣の席だろうね。とってもいいこと思い出すときはどうか笑顔でありますよ。